はい、どうも、大悟です。というわけでですね、今回のテーマはですね、無駄に嫌われる人の特徴トップ5ということでやっていきたいと思います。はい。ケチよりも見た目が悪い方が実は嫌われると。過度な親密アピールです。よめん、話し方が下品、言葉遣いって今までどういう人と付き合ってたかっていうのが出てきちゃうわけなんですよ。あえてこう自分を下に見せようとする人いるじゃないですか。これあんまり良くないんですね。自分を卑下してる人とか仲良くなりたいとかって思わないんですよ。ユーモアとか自尊心が低いって判断されやすいんですよ。相手に対する興味が欠如している人っていうのはやっぱり魅力が低く見えるわけなんですね。そしてブチギの第一、これ生物としての魅力を感じないというふうに判断される可能性が高いんで、これだけは絶対直してください。なんかさ、無駄に嫌われやすい人っているんですよ。よくモテたいモテたいとか、なんかすごいみんなに注目されたいとか好かれたいとか言いながら、もう絶対にそのポイントを先に改善しないとやべえぞみたいな、まあ、明らかに嫌われやすい特徴を持ってる人ってなぜかいるんですよ。まあ皆さんの前にもいませんか。いやー、その好かれようとかモテようとか言う前にお前ここ直した方がいいぞみたいな風になる人いますよね。で、こういった、まあ異性にも同性にも嫌われやすい人の特徴をですね、今日はトップ5ということでまとめていきたいと思います。ぜひですね、当てはまるものがあったら、改善していただくと激烈に変わります。今日のこの5つのどの点を改善しても、だいぶですね、周囲からの印象とか変わってくるので、別に必死に好かれたいと思わない人も、この5つはですね、ぜひなくしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まさにですね、モテない人の条件ということですね、調べてくれたのがニコシア大学などが行った研究ですね。はい。これはニコシア大学なんで、ギリシャに住んでいる、まあ、男女210人を対象にしているものではあるんですが、ただ日本でもかなり当てはまる特徴だと思います。はい。まあ、そのね、男女を対象にして、まあ、付き合いたくない人の特徴を調べたっていう、そういう研究ですね。だから男性から見ても女性から見てもやっぱりこうね、お付き合いしたくないなと、まあ、恋愛対象としてもお付き合いしたくないなという人とですね、調べたというそんな研究ですね。はい。さらにですね、この212人の人を対象にしてどんな人と付き合いたくないかと聞いて、それでリストを作って、そのリストをさらに大人数の人734人に見せて評価してもらってランキングにしたというものですね。はい。一応元々のランキングは10位ぐらいまであるんですが、まあちょっと5位ぐらいでコンパクトにまとめてご紹介したいと思います。はい。それでは、第5位です。元も子もないですね。容姿が悪い。まあ、つまり見た目が悪いっていうのが実は第5位なんですよ。はい。嫌われやすい人の特徴って、やっぱり見た目が悪いっていうのがあって、ただ見た目っていうのは、例えば女性だったらメイクとか、まあ、男性だったら体を鍛えるとか、そういうことをすれば、ある程度改善できます。見た目っていうのは顔、顔面だけではなくて、こう体全体を、表して容姿が、悪いというものになってきますので、ファッションだったり、メイクだったり、筋トレとか、そういうもので改善できるので、ぜひですね、あ、もう見た目は俺悪いから終わったやというふうに思わないですね、改善してみてください。ちなみにですね、参考までに6位が結構面白いんですよ。6位がね、まあ、6位だから、まあ、5位とそんなに変わらないと思うんですが、6位がね、過度な親密アピールです。要するにやたら慣れ慣れしい人とかいません？すごいこうさ、初対面なのにめっちゃ仲良くなってこようとする人とか、いやそんなに仲良くないでしょなのに、もう人類みんな友達みたいな、まあ、昔よくクラブにいたやつらですね、よーめーんとか言ってパチッてハイタッチするみたいな、でもお互いなんかどこによく知らないみたいな、まあいう人いますし、いますけど、過度な親密アピールっていうのは、やっぱりね、嫌われる人の特徴でも あったわけなんですね。やっぱり信頼関係がない人ね、そういう行動を取られるとイラッときますけれども、ちなみにケチであるってことは10位ぐらいなんで、ケチよりも、見た目が悪いって方が実は嫌われるというですね、切ない研究が出てるわけなんですね。というわけで第5位が容姿が悪いでした。続いて第4位、まあそうよねって感じです。話し方が下品。はい。下品っていうのは、まあ、当然その知性的な、ね、話し方をしないっていうのもそうなんですけれども、例えば前サイコパスの特徴としても言いましたけど、やたら自慢ばっかりしてくる、お金の話しかしないみたいな、女の話しかしないみたいな、そういう人たちいますけれども、やっぱそういったコンテンツ、話してる内容が下品と、これがですね結構問題にはなってくるんですが、まあ、それよりも言葉遣いが下品みたいなものの方が問題になるそうです。はい。まあ、実際に知性が感じられない、話してる時にはこの人なんか女の話しかしねえなとか、いやこの人なんか頭が悪いことしか言わないなっていう、こういう知性が感じられないっていうのは実は7位なんですよ。だからどちらかっていうと言葉遣いが下品の方が実は問題になってはくるんですね。だからまあやっぱりどうしてもね、言葉遣いって結構今までどういう人と付き合ってたかっていうのが出てきちゃうわけなんですよ。だからこの話し方が下品っていうのは、でこれはあれですよ、例えば下ネタが多いとかそういう話じゃなくて、その下ネタも別にね適切に使ってあげれば仲良くなるんですよ。で下ネタもさ、なんかほら下の方に品があるタイプの下ネタとかもあるじゃないですか。でそういうのじゃなくて、まあ、ただただ下品な言葉遣いっていうのはやっぱやめた方がいいよねというお話でした。というわけで第4位が話し方が下品でした。はい。続いて第3位、態度が悪いですね。まあ、態度が悪いと言ってもふてくされてるとか不愛想とかそういう意味ではなくて、これはですね卑屈な態度のことです。はい。
やっぱ自己卑下しちゃったりとか、自分なんかどうせみたいな感じしたりとか、あえてこう自分を下に見せようとする人いるじゃないですか。これあんまり良くないんですね。やっぱりさ、ほら、自己卑下してる人ってメンタルに問題あったりとかするし、自分を卑下してる人とさ、深い関係になりたいとか、仲良くなりたいとかって思わないんですよ。で、この自己卑下は自分の友達を卑下するってパターンもあります。はい。まあ、要するに、いや、俺付き合ってる人たちこんな感じだしな、人脈もねし、こうだし、ああだし、みたいな風に、まあ、お前友達のことディスってんな、みたいな。こういう人もやっぱ信用なくなるじゃないですか。で、これも実はこの卑屈な態度というのに入ってきますね。はい。で、もちろんね、この卑屈な態度の中には、不作法な行動とかも、含まれます。はい。やっぱね、こういう人って、なんかこうね、ユーモアとか自尊心が低いって判断されやすいんですよ。で、一応この研究だと、ユーモアがないとか、自尊心が低いとかってのは9位ぐらいに入ってますんで、で、これも多分この卑屈な態度に入ってきてしまうんで、ぜひですね、変に自己卑下すると、かえって嫌われるので、うん、いますよね。なんかほら、自己卑下して、いや、僕なんかこんな感じなんで、って言って取り入ってこうとする人いますけど、大体ああいうのってさ、なんか気持ち悪い感じするじゃないですか、自己卑下する人って。変にこう、へり下ってくる人って。だからこれはやっぱやめた方がいいんですね。無駄に嫌われますんで。というわけで第3位が、態度が悪い、ね、自己卑下する、でした。はい。続いて第2位。これ第2位と1位はね、まあ、1位は論外なんだけど、第2位は結構皆さんやりがちなんで、ぜひですね、気をつけてください。第2位がですね、こちらです。はい。とにかく興味がなさそうである。はい。これ何かっていうと、このね、興味の欠如っていうふうに言うんですけど、例えば人と話してる時になんか退屈そうとか、話してなくてもなんか常に退屈そうな人っていますよね。あとは一緒に話しているのに、例えばスマホばっか見ちゃうとか、他のですね、デートしてる時とかに他の異性を見るとか、いう人いますけど、これ実はですね、興味の欠如って言います。要するに自分が向かい合ったら相手に対して集中していない状態ですね。これはですね、実は、卑屈な態度とか下品な言葉遣いとか見た目が悪いよりも実はモテない。付き合ってもらえないと。人としても付き合ってもらう人の特徴、だったりするんですね。マインドフルネスがね、できる人ってモテるんですよ。なんでかっていうと、相手の話に思いっきり集中できるようになるので、まあ、そういったメリットとかもあるので、ぜひですね、話しているときは、相手に集中すると。はい。だからその仕事しながら相手の話を聞くよりも、そんなに話聞きたくない相手でも、分かった、じゃあ今から、まあ、5分とか10分とかだけ、もう君の話を全力で聞くと。ちょっと今仕事が忙しすぎるから、やんなくちゃいけないことがあるんだけど、5分だけはもう君の話を全力で聞くから言って、みたいな風に、時間とかはちゃんと切ってでもいいから、相手の話を短時間でもいいから聞いてあげた方が、その人って信用されるんですよ。だからこのね、相手に対する興味が欠如している人っていうのは、やっぱり魅力が低く見えるわけなんですね。はい。ちなみにね、この研究ではナルシストであるってことは、第8位になってくるんですが、このナルシストも、ナルシストって結局自分に対してしか興味がないので、相手への興味が欠如してるんですよ。だからある意味この2位のですね、興味の欠如と関わってきているところではありますね。あとはね、自分と意見が違うっていうのも、実はこの研究ではですね、モテない人の特徴11位になってきます。まあ、意見が違うとどうなるかというと、当然ね、自分と違う意見に集中できる人って少ないので、まあ、やっぱこの興味の欠如と関わってくるんじゃないかなというところでした。だからね、マインドフルネスを鍛えてあげれば、この2位のですね、興味がなさそうっていうのは、回避できると思います。はい。そして、ぶっちぎりの第1位。はい。これ、生物としての魅力をですね、感じないというふうにですね、判断される可能性が高いんで、これだけは絶対直してください。はい。第1位。不衛生。はい。まあ、そりゃそうだよねって感じですね。まあ、例えば、口が臭いとか、なんか歯が汚いとか、服装がちょっと汚らしいとか、みそぼらしいとかありますけど、まあ、そういったものっていうのはですね、実はね、ぶっちぎりの第1位になっちゃうんですね。なんでかっていうと、まあ、やっぱりね、人間ってね、健康的であるっていうのがすごく大事なんですよ。健康的な人って長生きしますよね。長生きするってことは、その人と人間関係を作ると、恋愛でも友達でも、自分も助けてもらえる可能性が高くなるじゃないですか。ところが、まあ、やっぱり生物としては人間って本能がやっぱあるので、明日死ぬかどうかわからない人とか、もう体が弱りまくってる人、不健康な人と関係を作っても、先に自分よりも先に死なれちゃったら、困った時サポートしてくれる人がいなくなっちゃいますよね。だからやっぱり人間っていうのは、無意識に健康的な特徴がある人に興味を持つようにできていて、逆に不衛生な人とか不健康そうな人には魅力を下げるようにやっぱり本能としてできてるんですよ。なんで不衛生っていうのはもうこれマジで最悪なので、ぜひですね、衛生状態は直した方がいいと思います。で、これ体をきれいにすることだけではなくて、体内から、きれいにすることが大事なんで、食事をちゃんと変えるとか、ジャンクフードやめるとか、ファーストフードやめるとか、そういうことして運動とかをするとかして、体の内側からきれいにしていくっていうのがすごく重要になってくると思うんで、ぜひやってみてください。